2012年の6月10日、今日は日曜日、朝の8時24分です。クールビズについて思うこと、スーパークールビズとかつけてますけど、めんどくさいです。スーパーなんかいりません。クールビズっていう単語一ついいんです。韓国の公務員さんが短パンとポロシャツだけで勤務してらっしゃいます。もう素晴らしい。日本はなぜか言葉だけにとらわれてスーパーとかつけたがるんですよね。意味ないです。スーパーとか。なんでスーパーなのと。アロハシャツ着てみたいね。別にアロハシャツいいんだけど、いいんですけど、思うことがあります。タンクトップっていうのがあるじゃないですか。まあ、タンクトップっていう下着なのかな？よくわかんないですけど、俺愛用してるんですよ。カッコつけてるわけじゃなくて、筋肉もないですけどね。カッコつけてるわけじゃなくて、タンクトップってすごく涼しいんです。肩を出してると涼しいんですよね。それで夏はいつもタンクトップ、まあ、何着も、5着、6着当たり前、今年も買いますけど、もうとりあえず汗かいたらとにかく脱いで着替えてまたタンクトップを繰り返します。なぜかというと、速乾ドライとかいうなんか最近ユニクロさんとかいろんなとこで販売されてる汗を吸収します。臭くないです。快適ですっていうのは、あれはですね、普段運動してない人は、汗がちょっとドロドロなんですね。塩分とか出たり、ミネラルが出たり。それで、水分を確かに乾燥はするんですけど、体に、塩分とかミネラル分がべったりついて、熱がこもるんですよ、体に。熱いんですよ、逆に。だから、タンクトップとかは汗ごと吸収して、もちろん臭くなります。汗ごと吸収して、着替えると、その分、体につくミネラルとか塩分、ミネラルですね、塩分ですね。ああいうのが、まあ、そのまま洗濯機行きということで、気持ちいいんです。だから俺は、タンクトップを愛用してます。別に格好つけてるわけじゃないですよ。筋肉ないですからね。とりあえず、韓国の公務員さんが、短パンとか履いてる、あれ見て思ったことは、さすがだね。さすがだと思いました。日本では短パン禁止みたいですけど、なぜって思います。絶対短パン、まあ、タンクトップっても無理だったらタンクトップに近いようなもっと薄いやつとかだ。とにかく短パンだけは効率いいと思いますよ。まあ、スーパーとかそんなことはいいから、もうクールビズっていう言葉だけでいいから、もっと言葉じゃなくて、内容にしましょうよ。タンクトップ、短パン総理大臣。タンクトップ総理。タンクトップ首相。みたいなね。総理大臣がそういう風だったら、頭の固い日本の社会でも少しは変わると思います。大体、なぜこのヒートアイランドとか、昔より確実に、俺が子供の頃で暑くなってる、この蒸し暑い、この熱中症真っ盛りみたいな夏に、こうね、首を締めるようなネクタイしないといけないんですかと。熱中症になるとさ、熱中症になるとさじゃなくて、熱中症になりますと、首をジュースとかでとりあえず冷やしてくださいと。ここを冷やす。だったら脳とか冷えるからね。血液、ここでかい血管通ってるから。だから、足を冷やしたり、脇の下を冷やしたり、首を冷やしたりすると、熱中症の人の時、緊急の時にね、助けになります。すると真逆に、ネクタイで温めてどうするんですか？だから、日本でもグルズビズ言ってますけど、やっぱり他の会社に行く時には、ネクタイを着用し、暑苦しい格好で行くみたいです。やめましょう。そういうことはもう。
原発、本当はいらないんじゃないかなと思うんですよね。いや、すいません。原発のことはあんまよくわからないんですけど、もし、日本人が、全員タンクトップなり、短パンだったら、エアコンは多分相当使わないで済むと思います。電力の大半が家庭なのか、企業なのかって、なると、ちょっと微妙でわかんないんですけどね。電気がないと本当に企業は成り立たないので、このスーパー円高で、なんかもう本当、涙出そうです。てなわけで、ぜひ、短パンとタンクトップのような、そういうのを導入してください。あと、スーパーって名前なんかかっこ悪いんでやめた方がいいっすよ。スーパークールビズ。なんかね、スーパーっていう言う割には全然スーパーじゃねえな、みたいなね。以上です。2012年の6月10日。終わり。